ちょうどその11時2分に合わせるようにね、その前にきれいにお墓場履いてやって、でも腹いっぱいね、もう水場かけてやったんですよ。もうきつかったね、暑かったね、辛かったね。たまたまうちにね、オルガンがあったんですよ。それで、面白半分にこう、弾きながらね、ばあちゃん、エンジンの音の聞こえんちって、こっちの低い方の音をね、ブー、ブーって押さえながら。で、面白半分にこうやっとったわけですね。そしたら、うちのばあちゃんが、アメリカの飛行機の来たって思うけんでも、やめとかんねえって言われて、それで、しぶしぶその、オルガンの蓋をパタッと閉めた、その瞬間やったと、ピカッてきたのが。それでしばらくしたら、その要するにいわゆる爆風が、まあ家の中をね、それこそもう吹き抜けてしもうたわけ。その畳はめくれ上がる、それとその棚に乗せてあったこういろいろ置物は全然その影も形もなってなくなってしまってるというふうなことで、そのほんの数秒前の様子とそのもうコロッと変わってしまってるわけですね。で、何があったとかなと思って、最初はそのもう恐怖でその判断ができなかったわけですよ。それでしばらくして伏せてっちゅうがこう起き上がってから辺りを見回しおったところが、うちのおふくろが全部おるかーってこう言い出したわけですね。でその時我が家にはですね、ばあちゃんと、私とですね、母と全部でですね、8人おりました、家族がですね。でもう全部返事しおるわけですね。で私はもうその時10歳だったから、下の妹たちなんかもうそのおろおろ泣いとるわけですよね、あまりにも怖さ。今度またおふくろが後から怪我してないかってわけですよ。その血は出しとらんか、怪我してないかってね。で大丈夫大丈夫、そしたら全部こっち来なさいって、おふくろのそばにね、全部やっぱりね、もう母ちゃん怖かったって、その集まったとまずその瞬間を覚えてますね。そうすると午後からなんかこう空の曇ってきてですね、で雨の降ってきたんですもんね。まあ何時か時間も覚えてないですけど、ほいで黒岡雨の降ってきて、土砂降りではない、いやそんな雨がなかった、夕立みたいな、ちょっと夕立みたいなあれが降ってきたんですね。でやっぱりちょうど雲がかかってきて、ちょうど日食ってあるでしょ、ほら雲の間から少しこう赤く太陽が見えるね、ああいうな状態だったんですよ。そして夕方ぐらいになったらですね、近所のおばさんがうちに上がってきて、とにかくその浦上方面は全滅しとるとよと。でその時初めてその浦上になんかその新型の爆弾が落ちたっていうことを私たちは知ったわけです。それで夕方になったらですね、多分あれアメリカのグラマンかなんかやったとでしょう、いきなり飛行機がガーッと低空飛行してきた覚えがあった。それでまたその昼間のそのいわゆるその爆弾、これを落とされると思ってですね、それこそ家の裏にあった防空壕にもうとにかく駆け込んだ記憶はあります。それで夜になってきたら、そのコンピューターさんの方ば見ればですね、もう山のその真っ赤にその山の要するに裏側が赤々やっとるわけ。ああほだやっぱり昼間に言ったおばさんが言ったこと、浦上方面はとにかくその手のつけられん状態やろうということで、その日はまあ昼間の恐怖とお腹は減っとるしですね、昼間昼ご飯食べてないですから、そんなことでまあ家の中のどこで自分たちは寝たとやろうかっていうともね、それはもうそれこそ記憶にはないような状態だったでしょうね。ここの中心地にそのいとこおばがね、7人おったと、うちのおふくろとばあちゃんは
そのどんげんしといやろかっていうことをまず心配したわけですよ。それで今は行かれんとって、それで今行ったっちゃ、そのあそこはもうとにかく日の海でね、人も入られんぐらいの状態やから、まあそのいずれ助けに行かんば行かんとやろうけども、子供は行かせんがよかよって言ったことは今でもはっきり覚えとるんですね。だって私10歳です。でその当時のその人がたくさん、そのいわゆる爆死したり、あるいは黒焦げになってしもうたその様子だけはね、子供に見せるなって言ってから、あの近所のおばさんが、どうなられますこの二家族は。結局あの私の親父の、あの妹たちがですね、結局骨を開いたわけですよ。それでさっき言ったように七人おったとが、あの6人その一応確認取れたと。でそれも要するにその黒焦げですから、誰が誰かね、そのまあその大きさでもってこれは誰やろう誰やろうっていう、もう判断しかできてないわけです。でそれは今もあの皇太子っていうお寺にですね祀ってあります。はい。それで私はいつもその8月9日になれば、まあ浦上のあそこの、あの平和記念像の前で式典がありますけどね、私はもうその私のいわゆるおばさん、あるいはいとこにもうあのお墓に行って、でちょうどあの10時半ぐらいからお墓に行くわけですよ。でちょうどその11時2分に合わせるようにね、その前にきれいにお墓場履いてやって、でもう腹いっぱいね、もう水はかけてやったんですよ。もうきつかったね、暑かったね、辛かったね。でちゃんと石頭にはもうな、昭和20年8月9日で全部名前が彫ってありますからね。でもそれはさすってやって、辛かったねって言うてね、まあ、ずっと毎年続けとるわけ。この結局6体しか確認できなかったって。6体。しかその6体もね、まあおそらくその6体あったから多分それやろうということで、もうあの頃は原爆で亡くなった人っていうのはその、まあ、顔がはっきり分かってる人やったらいいですけどね、まあ、なんせ今さっき申し上げたこと200メーターぐらいですから、もうそれこそ一瞬ですよ。だからまあ言いたい、もうそれもそれで一つのあれやから、せっかくその屋敷の中にあったとやっていうことで、そのもう拾い上げてきとるですからね。それもそのほら今みたいにその物がない頃だから、もうカンカンとか新聞紙にね積んで、もこう端でつまみはもうボロボロなっとったっていうぐらいですけど、もうそれもやっぱりちゃんともう残ったもんが供養ばしてやらんば大事ってことで、で私が一番そのこの亡くなったその 浜口町で亡くなった七人のとには私が一番そのもう近いもんだから、そのつながりがね、でうちの親父の、私が長男だから、うちの親父の兄貴の家族とか姉の家族とかだから、だから私がもう今はもうずっと供養してやってるんですよ。はい。それは私の毎月の毎年のいわゆるあの8月9日ですね。うん。あのいとこさんたちはやっぱりいずれもまだ大きくなってない方たちですね。はい、そうです。はい。まだ、あの学生とかね、まだあの多分幼稚園に行きよった、まだ3歳ぐらいかな、一番下が、こう海面を見てみればね、それくらいですよ。一番下が3歳、大きくなる、大きい方でいくつぐらい？あれがですね、私の方が一つ上やったから11歳かな。11歳、一番頭が11歳やったんですよ、あれは。